皆さんこんにちは、昨シーズン限りで引退をしました藤本純吾です。まあ、こうして皆さんの前にで挨拶できることをすごい嬉しく思いますし、感謝してます。まあ、本当に清水でのこうプロとしてのキャリアをスタートできて本当に嬉しかったですし、まあそれがあったから17年もプロとしてこうキャリアを積むことができたのかなと思ってます。でなんだろうな、まあこれからに関しては、まあ将来監督をやりたいと目標、自分の中で目標になっているので、まずはライセンスをしっかり取りに行って、指導者の道に進んでいくことになります。まあ、今すぐにというわけではないですけど、いずれ機会があれば清水に戻ってこれたらなとも思ってますし、まずはやっぱり日本のサッカーを盛り上げて、いい選手をたくさん育成できるように自分の指導力も上げていけるように毎日勉強して頑張っていきたいと思います。まあ少しでも応援していただけたらありがたいと思っています。ありがとうございました。